どう最近イナピョです。今日もヘビの命の続きやっていきたいと思います。最近パソコンを新しくしたんですけど、本当にヌルヌル動くので超感動してるんですけど、ブルーライトがすごくて、画面が大きいからね。だから今普通にメガネとブルーライトカットメガネをしてるの。何を言ってるか分かんないと思うけど、あのメガネを二重にかけてるんだけど、その上からヘッドホンをしてるから、あの鼻の部分、鼻にさ、なんかピュッっていうハの字のやつあるじゃん、こう押さえつける、あそこがねすごいグッグッって押し付けられてね、痛いってことでやっていきたいと思います。そう、ヘビ客を増やすために旅館を狭くしたんじゃないのねっていう急に口下手になった。旅館をこう沈没させて部屋を狭くした理由が、こうヘビ客の率を上げるためみたいな話が前回出たんだよね。救世主 X が旅館を沈没させた理由の一つは、部屋を狭くしてヘビの客を増やすため。客のヘビ率が上がればヘビボールの入手率も増えると計算したんだよ。たかが狭くするためだけに沈没などと笑わせてくれる。地面を掘り起こすリスクは金や労力だけじゃない、耐震偽装のリスクも抱えているのだ。確か地盤がゆるゆるになっちゃったんだよね。地盤がゆるゆるなのは、緩まるのは想定外、地盤を緩めるのも目的。これさ、本当になんか想定外のこと何一つ起こってなくて、その救世主 X の全て計算内で起こってることなんじゃないかっていう風に私は考察してるので、こういう選択肢が出たらもうこれも目的これも目的って言っていこうかなって思ってるんですけど、自分を緩めるのも目的だったんですかね。緩まってんのはお前の頭だろ、地盤を緩めてどうする。なんか罵られましたね。救世主 X が地盤を緩めた理由、普通に考えると、まあ地盤緩まって起こるのは地震でしょ。では地震を起こしてどうなる。驚かせる目的、災害保険を受け取る目的、雪崩を起こす目的、愚かなる人類に静粛を与える目的くっそ選びてー。でもね、 HP8 しかないからね、雪崩を起こす目的なんじゃないか。驚かす目的ももちろんあるとは思うけど。そうだよ、地震が起これば雪崩につながるよ。まずは監禁するのが黒幕の目的だからね。雪崩につながればな。その時はたまたま大雪が降っていたから雪崩につながったのだろう。もし大雪が降っていなかったらどうする。それとも救世主 X は大雪まで降らせたとでも言う気か。通常モードでは下段選択か。大雪は偶然だった、大雪も降らせた、ハードモード限定。さあ、じゃあ今はこの通常モードでは証拠が揃わないから、大雪は偶然だったって言うしかないってことかな。ハードモードだったら大雪も降らせた証拠が出てくるってことなのかな。うわ、楽しみ、やるの。そこまではわからないな。そう、大雪など偶然の産物に過ぎんから。いや、勝手にミスリードになっちゃうんだ。あ、治った。それでもこの付近の大雪は珍しくもないよ。救世主 X なら予知していてもおかしくないよ。大雪の件は100歩譲っても譲っても大雪の件は100歩譲っても、地震の件はどうだ。地震の確率なんて偶然を通り越して奇跡に近い確率だ。地震は偶然じゃないんじゃない。偶然だった、必然だったって出るってことは必然だったんでしょう。え、地震は必然だったの。何をして起きたかだよね。でも地震が多分その理由があるはずなんだよ、地震が起こった原因が。なんだろう、なんか衝撃が。それこそその電気制御室の停電みたいな感じで、どっかにこう打ち込まれちゃったりしたんじゃないの。ハンターがさ、殺害された時みたいに電気打ち込まれたって感じで死んだじゃん。あれみたいな感じでどっかに打ち込まれてて、それで地震起きたとか、そういうこと違うかな。
なんだろう、なんか他にありそうだよな。見切り発車で大した地震じゃねえか。だったら説明してみろ、なぜ地震が起こったのかをな。まずは地震の前に何が起こっていたかが重要そうだよ。地震の前に起こってた出来事といえば、忘れた場合は気合で思い出してね。地震の前に起こったこと、停電だ。停電が起こって地震が起きて雪崩が起きたよね、多分だよね、多分物語的にそうだったよね。ちょっともう、そろそろうろ覚えなんだけど。また停電の話か、そろそろ聞き飽きちまったな。停電が全ての騒動の発端だからね、仕方がないね。仕方ないね。最初に停電、その少し後に地震、タイミング的にできすぎているわね。停電その後に地震、なんかおかしくね。地震が起きて停電雪崩ならわかるんだよ、なんか停電と雪崩がね同時に起こるとかね。でも停電になって地震っていうのはさ、やっぱあの電気制御室のどっかに電力が打ち込まれたんじゃないのかな。別におかしな話ではない。停電と地震はワンセットが常識だろうが。いやだから地震が起きてから停電になるものだと思うんだけど。停電がおかしい、地震がおかしい、順番がこれ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 、順番がおかしい。そうだよ、地震後に停電ならわかるけど、停電後に地震は順序が逆転しちゃってるよ。なんか今そうやって言われてから私も考えて気づいたわ。でもその当初は全くなんか全然違和感なかったな。そうなると停電が地震にも連動してる可能性が高いね。停電を知るには同じく停電が起こったハンター殺人事件から参考にすべきね。ハンター殺人事件での停電の原因、融合エネルギーはどこに打ち込まれた？ハンターの手錠ですね、これは。そうだよね。そうだったね。電気エネルギーをぶつけるには金属製の対象が必要。ハンターの手錠に打ち込むことで殺害に成功させたんだよ。殺害に成功させた？殺害を成功させたんかな？うん。時間がないのに話を脱線させやがって。ハンター殺害時の停電はどうでもいい。最初の地震前の停電の話だろうが。そうだよ。まだ不明なのは最初の停電の原因になった融合エネルギーがどこに打ち込まれたのかだね。そうだよね。それがまだ分かってないんだよね。最初の停電は死人はおろか怪我人も出てないだろう。どこでも同じじゃねえか。死人も怪我人も出てないということは、最初の停電時の電気エネルギーはどこに打ち込まれたのか。客室、フロント、地下。この3択だったら地下じゃない。客室ではないし、フロントにもし打ち込まれてたらヘビ探偵死ぬし、そういうことは地下だね。そうだよね、誰も被害を受けてないってことは地下だろうね。電気制御室から地下のどこに打ち込まれたの。あーこれ客だ。電気制御室から地下のどこに打ち込まれたのかが問題ね。そこの壁、少し焦げたような跡がついてるよ。本当だ、あー本当だ。あ、これ無意味じゃなかったんだ。で、レールがある。あれ？私さ、地下調べてた時にさ、なんでここレール、この壁に向かって走ってんだろうみたいな話したっけ？なんかずっとそう思ってたんだけどさ、これもしかして、その壁に激突させるためにわざとこういう風にレールを敷いてたんじゃないの？でもドリル重機この場にないけどね。ちょっとわかんないから進めよう。言葉にできないわ、このなんかもどかしさ。クソ、悔しいな。ここに電気エネルギーが打ち込まれた可能性があるよ。うん。その壁は電磁石で補強、電磁石で補強されてんだ。ってなったらやっぱりそうだ、そうだよね。だってここドリル重機を走らせてたって言って、
で、これが電磁石なんだとしたら金属製のドリル重機が引き寄せられないはずがないから、もうそこに突進してったんじゃない、このレールに沿ってズドーンって、そのそれでその衝撃で地震が起きてるとか。だって地盤ゆるゆるなんだったらそんぐらいの衝撃でも地震起きるんじゃないか、地下で起こってるしね。電磁石は電気が流れると磁力が発生する仕組みだよ。じゃあその電磁石の壁に衝撃を与えて地震を起こした可能性が考えられるわね。うん、そいつは無理な話だ。電磁石の補強壁は頑丈で破壊させることなど不可能。それに電気エネルギーを打ち込んでも衝撃どころか逆に吸収してしまう。地震を起こすなど夢のまた夢だな。それじゃあ電力発信源のこの部屋から他に気になる点を探すべきだね。制御装置がおかしい、アンテナがおかしい、レールがおかしい、思い出す。アンテナはおかしいんだけど、アンテナは多分今は使わないんじゃない。やっぱレールがおかしいよね、これはね。思い出してみよう、一応。沈没させたのが大成功だと、わざと事故を起こすバカがいるか。見切り発車で、発車してるよってことね。話がないのに、時間がないのに話を脱線させやがって。すごい天才だ、レールがおかしい。そうだよ、このレールの配置おかしいよ。わざと壁に衝突するようにレールが敷かれてるんだよ。確かに壁に激突しちまうレール配置だな。だがそのレールの上に乗っかってたもの次第では手のひら返しになるぜ。レールの上にもともと乗っかっていたものとは、これはドリル重機じゃないの。レールの向こう側の部屋にレールに乗っかっていそうなものがあったはず。あ、そっか、レールはこういう風に繋がってたのか。はあ、はあ、ドリル重機でしょ。そうだよ、ドリル重機だよ。すぐ隣の部屋にあるからね。自分で墓穴を掘ったようだな。そう、ドリル重機は壁を掘る機械、つまり壁に突き進むレール配置こそ正常だろう。あ、まあそうか。なんかダメだ、私すぐブラックドクターに言いくるめられるところがあるんだ。墓穴を掘ったのはあんたでしょ。この電磁石の壁は頑丈で破壊させることは不可能って自分で証言してたじゃないの。そうよ、そうだそうだただの野じ馬になってる。そうだよ、ドリル重機でも掘れない壁に対してレールが敷かれてるのはおかしいよ。だがそのドリル重機がレールに乗っかっていたかどうかは憶測でしかない。さっきと言ってることが逆転してるよ。手のひらドリルの極地だよ。手のひらドリルの極地かな手のひらドリルの極地だとおかしいもんね。手のひらドリルの極地。何にせよ今現在ドリル重機がレールに乗ってない以上矛盾として成立しねえな。何か逆転の証拠でもあればな。ドリル重機が乗っかっていた証拠がある。ドリル重機が乗っかっていないことが地震発生の証拠。証拠はないよね。だってこっちじゃないかな。乗っかってないことが地震発生の証拠。普通だってドリル重機はレールの上に敷かれているっていうか乗ってるっていうイメージがあるんだけど、ずれてるもんね。ドリル重機が乗っかってない理由は、誰かがレールから外した、壁に激突してレールから外れた、こういうことよ。そうだよ、壁に激突したことで地震が起きた可能性が考えられるよ。だったらそのドリル重機を操縦して壁に激突させたのは誰だ。もちろん真犯人はあんたしかいないでしょ。それは矛盾しているのだよ。その時間はまだ我々警察が来るよりも前、到着前の人間が地下のドリル重機を操縦できるわけないだろう。それじゃあ誰がドリル重機を操縦して壁に激突させたのかな。旅館側の誰かが動かした。救世主 X が地下にいて自動で動いた。そういうことじゃない、自動で動いたんじゃないかな。その電磁石にその電気を打ち込んで強力な電なんだ磁石、めちゃめちゃ噛みまくって多分カットしてると思うけど、この電磁石のところにその電力融合したエネルギーを打ち込んだことによって強力な磁石になるわけじゃん。で、そのドリル重機のドリルの部分は絶対に金属製なので、
それがめちゃめちゃ磁石に引っ張られて激突したっていうことだろうから、多分自動で動いてるんだよ。はい、そうだね、自動で動いた可能性も考えられるよ。そのドリル重機、自動操縦機能はついてなかったよ。あ、そうだ、先端欠けてるんだったんですよ。それでもドリル重機が自動で動いたのなら、地震の前に起こった停電がトリガーになってるのは確実ね。最初の停電でどこに電気エネルギーが打ち込まれたのか今ならわかるはず。電磁石の壁でしょう。一応思い出そう。電磁石は、うん、気力が発生する仕組み。逆転の発想もしとこう。ドリル重機は誰も操縦してない。ドリル重機側が動かないなら壁側から吸引するしかない。ということで電磁石の壁です。え、ドリル重機じゃなくて壁の方に打ち込むの？だから焦げてるんじゃないの？これって。分かったよ。電気が流れた電磁石の壁は巨大な磁石と同じ。そこから膨大な磁力でドリル重機を吸引することで壁に激突させたんだよ。そういうことだよね。え、そういうことだよね。磁力が発生してね、すっごい分かりやすいな、このイラスト素晴らしいな。停電後の地震はこの原理だったわけね。ただの憶測に過ぎねえな。ドリル重機が壁に衝突した証拠でもあるのか。ドリル重機が激突したことで新たに生まれた証拠品があったはず。なんかあったっけ、思い出そう。ドリルといえば壁を掘るもの、つまりドリル自体が壁よりも硬くなければ成立しない。そんな硬いドリル、どうやって先端だけを切り離す。欠けてる。あー、そういうことか。これどれだ、これ、この超電磁ドリルじゃない。うん、そうだよ。ドリル重機が壁にぶつかり地震が起きた時、ドリル先端が欠けちゃったんだよ。そしてそのドリルの破片が超電磁ドリルとして再利用されたんだよ。地震を起こし雪崩で閉じ込めると同時に、ドリル先端も壊すことで穴掘り脱出も封じる。まさにプリズンブレイクブレイクだよ。うまい。ドリル重機と超電磁ドリルは別物だ。たかが欠けたドリルに電気属性の機能などついてないだろ。ほう、たかがドリルの破片が高精度になった理由は？え？え？これ？女子は最先端技術に詳しい？これかな？あー、合ってた。そうね。救世主 X は機械に強いから、ドリルの魔改造くらい可能なはず。ドリルの最先端部分を最先端技術で再生したんだね。くそー、うまいこと言ってんなって思っちゃうんだよな。このなんかさ、正面側のさ、このコンセントの穴みたいなのがすごいたまらなく可愛いんだよな。まだだ、まだ弱い。ドリル重機が壁に激突した程度で地震などとな。お前らの住む世界線では車が衝突事故を起こすたびに地震が発生するのか。地下は救世主 X のせいで地盤がゆるゆるになってるんだよ。小さな激突で地震が発生してもおかしくないよ。では逆に、地盤ゆるゆるなら電力を融合してまで威力を増す必要がない。電気制御室の最大値9の電力だけでも地震を起こすには十分だろう。違法のリスクもないしな。違法のリスクを抱えてまで電力を水増しした目的は、忘れた場合は逆転の発想で OK。 地震の威力を強めるため法を犯すこと自体が目的。法を犯すこと自体が目的なんじゃないか。それでそれを理由に警察がここに入ってくるためにってことでしょう。法を犯すことが目的だ。法を犯すリスクはあっても法を犯すリターンなどないだろうが。法を犯すリターンはもちろん、これを発布させるためだ。旅館に捜査令状。そうだったよ。停電の一番の目的は警察犬を勘違いさせて捜査令状を取得すること。つまり違法になるため法定攻撃力を超える必要もあったんだよ。とにかくこれで停電と令状だけじゃなく地震の件まで一直線上につながったってことね。もはやこの旅館、嫉妬も呪われてなかったよ。
徐々に真相が近づいているところであなたのターンになりました。行動を選択してね。セーブするか。ちょっとセーブして、もうちょっとだけやりたいけど、多分ここから始めるともうちょっと長くなっちゃいそうだから、ここで終わるか。で、じゃあこの後また続けて撮っていこうかなと思うので、ご視聴ありがとうございました。面白い、マジで。セーブ画面を開くよ。すごい、なんか今まで起きてたさ、なんかしょうもねえなとか思ってた出来事とか、そのなんだこれ呪われてるわって爆笑してた部分が、こうやって全て事件につながっていくなんて頭いいなマジで、楽しい。ということでまた次回、おつぴょでーす。